はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、前回に引き続き角度を求める問題4問やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、上2問、まあ、下2問と大きくちょっと分かれて説明していきたいんですけど、まず上2問に関しては、もしかしたら解けない方の方が多いかもしれないです。で、実はですね、この1番2番ってある技を使う問題で、実は教科書とか習ったことない方多いと思うんですよ。教科書載ってないと思うんで、確か。で、何かっていうと、さっきちょっと書きますね。それが、接するに、弦に定理で、接弦定理って言うんですけど、聞いたことあるかな？これ自分塾講師の時に、必要な子には教えてましたけど、全員には教えてなくって、接弦定理ね。で、なんでかっていうと、これ高校生で習うんですよ、本当は。ただ、学校のね、ワークとかほとんど載ってないと思うんですけど、書店で売ってる本の、参考書の中には載ってるのも結構あります、接弦定理。なので、まあ、本編で自分紹介してないんでね、今回ちょっと紹介しようと思って出しました。で、よかったら覚えておいてください、接弦定理。使えるときには使えるんで、ハマる問題にはハマるから、これ。で、何かっていうと、まず1番あるじゃないですか。で、これね、1番もうわけわからんって思った方いるかもしれないんですけど、これ答え43なんです、X。はい。何の計算もないっていう。これ同じなの、こことここ。そう、これが接弦定理で、で、接弦定理の発動条件を説明します。どういう状態の時に使うかっていうと、まあ、円がありますよね。まあ、円は必要なんですけど、で、接線がまず必要です。接線ね。で、ここに接点があるでしょ。接点、ここが t がね、接点なんで。で、接点を含む内接する三角形、つまり中にくっついてる三角形が必要なんですけど、その一箇所が接点になってる時、この状態ね。三角形が三箇所、円にくっついてて、しかも一箇所が接線にちゃんとなってると。まあ、接線がくっついてると。この状態の時、ここの角度、ここね、まあ、X 書いておくか。ここと、ここの角度同じになります。で、もう一個。ここの角度と、ここの角度同じになるんです。いい？そう、これが接弦定理と言います。で、証明やろうか迷ったんですけど、で、証明ちょっと厄介とかややこしくなるので、今回証明省いてしまったんですが、もしね、興味ある方は、ネットとかで検索すればいっぱい出てきますので、ちょっとそれを見てもらえたらと思うんですけど、これが接弦定理。いいかな。条件としては、ごめん。円がある、接線がある、円に内接する三角形があって、一個は接点になってると。この形が出てきたら、あ、使えるかもなと思ってください。いいかな。本当は、その接弦定理を使わなくても解けるっていう状態の問題を作るべきなんですけど、今回ちょっとね、紹介をちゃんとしたかったんで、ごめんね、この問題出しちゃったんですが。まあ、こんな感じで、よかったら覚えておいてください。で、2番も同じです。接弦定理を使っていきます。で、どこで使えるかっていうと、接線ありますよね。接点があります。接点を含む内接する三角形がここにあるんだよね。この三角形。で、この X は左側にあるから、左側とここの右側の角度が同じになります。左側と右側。右側と左側っていう感じ。だから、今ここも X なの。こことここ角度同じなんでね。っていうことに気づけると、今、81になってる、ここが。そのお隣さん、まあ、これ使わなくてもいけるんだけど、お隣さんは180から81を引けばいいよね。つまり、ここ99度ってわかります。で、この三角形の中で勝負すれば、99と37と X を足せば、三角形だから180度になるはずだと。つまり、X プラス、99と37暗算しますね。136か。を足すと、三角形の中全部の180になりますよと。で、あとは136ね、あっちに移行すればいいので、X イコール、44度か。これで終了となります。
まあ、これが節減定理っていうので、まあ、興味あれば、あのね、頭の片隅にでも置いといてもらえると嬉しいです。個人的には。正直、めっちゃ使うかって言ったらめっちゃ使わないです。中学校の範囲で。うん、現時点では使わない印象の方が強い。でも、覚えておいて得する場面があるかもしれないし、高校に入ったらやるので、まあ、よかったらね、覚えておいてください。で、下二つは普通に解けます。あの、中学校の知識でね、で解ける問題なんでいきましょう。ただちょっとね、まあ難しく感じる方もいるかもしれないんですが、両方とも特徴としては円があって、やっぱり接線が一本ね、こう、こっちも引いてあるけど、ある状態。で、こういう時って、もちろん補助線を使わずに解ければ一番楽なんですよ。この図のまんまで解けたら全然いけるんですけど、補助線がね、必要なことが結構多いです。円周角の問題ってね、難しい問題になると。で、どこに引くのかって補助線難しいじゃないですか。どこに引けばいいのって。その時に、絶対じゃないんですけど、引くと割かしハマるのが、中心から接点に補助線引くといいです。こうやって。そうすると、ハマりやすい。で、なんでかっていうと、中心から接点に向かって引いて、まあ、接線とか角度できますよね。そこ絶対に90度になるんですよ。これルールね。これ覚えといて。90度になると。で、それを使ってハマりやすい。で、もう一個は、こうやって一本線を引いたことによっては、絶対ではないけど、今回ここにも線があるから、この三角形、書いちゃうか。ここね。この三角形、二等辺三角形なんですよ。両方とも半径だから、ここ。そうすると、ここ32度だから、ここも32ってわかるの。こんな感じで、中心から接点に引くことによって、わかる角度が増えるんだよね、結構。ってやると突破口が見出しやすいです。で、今回はこれでもう OK。で、なんで OK かっていうと、ここ、大きな三角形見てください。ここね。ここ X ですよね。ここ32ですよね。ここ32と90つなげればいいから、ここの角度は122なんですよ。足すから、32と90でね。で、さっきと同じです。三角形の中身、X と32と122。足せば180ですよね。つまり、X プラス、ちょっと2個足しますよ。154。これが180度になるはずだと。で、154右辺に移行してもらえれば、X イコール、26か。となって終了となります。赤、青、赤ってやりたかったのに赤でやりました。ごめんなさい。ごめん、見にくくなっちゃったね。申し訳ない。いいかな。で、ラスト、4番も同じです。これも、ま、接線があると。で、このまま解ける、やり方もあるかもしれないし、そういう問題もあるかもしれないんですけど、基本的には、中心から接点に向かって線を、補助線を引いてみましょう。その時に、ここと作る角度が90度っていうのも書いておくといいです。いいかな？で、今回使うかわからないですけど、ここの左側の三角形、ここも、半径と半径なんで二等辺三角形になってるよねっていうこともわかります。いいかな？では、X に頑張ってね、24しかわかんなかったんですけど、近づけていきましょう。今回、ここに補助線を引いたことによって、ここの角度がわかります。まあ、ここもわかるんですけど、ここもね。こっち。これは、三角形24と90ありますよね。二つの角度、二つの内角、内側の角度を足したら、残った内角の外角、外側と一致するので、24たす90をすることで、ここが114度。っていうことがわかります。で、今のがちょっとね、うんって思う方は、普通にここ出してください、角度。三角形の中身なんで、180から90と24を足したものを引きますと。そうすると、ここが、66度になる、ここが。で、66度の隣だから、180から66を引けば114になるので、それでも構わないです。どっちでもね。で、ここが114って分かったことによって、ここと、ちっちゃくてごめんね。ここの角度が分かります。なぜなら、これ、二等辺三角形なんで、ここで114使いました。残った角度は66ですよね。180から引いて。で、その66度を2個の角度で割ればいいか、と分ければいいから、割る2をすることで33ってことが分かります。この×両方33度ね。そうすると、X 近づいたよね、33来たから。で、もともとここが90度なら、こっちも当然90度なんですよ。ってことは、
90度からこの×の部分引いてあげれば x 残りますよね。つまり x イコール90-33をすることで57度、これで終了となります。いいかな。まあ、今回上二つに関してはほんと節減定理の説明をしたかった問題なので、もしかしたらね、最初に問題解いてもらった時に、やばいわかんないみたいな、ちょっと悩ませちゃった方いるかもしれないんですけど、まあ、ぜひね、頭の片隅で構いませんので覚えておいてください。で、下に関してはほんと実用性があるというか、よく出てくる問題になります。なので、まあ、こうね、図形見た時に、最初の与えられてる角度が少ないんですよ。こっち24しか書いてないし、32しか書いてないし、どうすんだと思った場合は、円の中心から接点に向かって、補助線を引いてもらって、ちょっと突破口を見出せないかなという感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の中でも話しましたけど、節減定理は必須じゃないです。なかったら困るっていうところがそんなないので、ただ、知っとくと、あ、楽できる問題がたまにあるよねっていうぐらいです。なので、こう、絶対覚えなきゃ、あと肩の力入れなくてもいいんですけど、まあ余裕があったらぜひね、覚えてみてください。